菊亭家は、聖画家の価格を持つ公家。今出川家とも言った。藤原北景館陰流、西園寺家の所流。家業は美和。江戸時代の家録は1355国。昭法2年に300国家増され1655国となり、石家の高塚酒の1500国を上回ることになった。明治維新後は公爵。家門は今出川三つ風。 鎌倉時代末期、大城大臣西恩寺実験の4、男右大臣、今出川金末によって創設された。今出川は、金末の邸宅、今出川殿から取ったもの。また、菊亭は、この今出川殿に、金末が愛好した菊が数多く植えられていたことから、取った名称で、金末は、この双方を用いている。江戸時代中期に、篠崎東海が表した。 夕食古日解説書、古日重要によると、大納言までは、菊亭を称し、大臣に上ると、今出川を称したのだという。明治維新以降に、古籍認定の際、号の菊亭を正式な名字として、採用、統一化した。安土桃山に出た春末は、橋場秀吉に、関白任官を持ちかけたことで知られ、その後右大臣に上って、朝廷と、 豊臣政権との間の連絡役として重きをなした。江戸時代には、下領が聖火や随一で1355国余りを有していた。聖火家で1000国以上を有していたものは他にない。菊亭は同格の区下と比べても財政的に恵まれていたから、他の聖画家から負担を求められた場があり、おめり申し上げべしと言われていた。例えば竹が2年目に管理を申請するならば、 菊亭家は、同じ官位を三年目に申請したという具合である。江戸時代以降の菊亭家は、後期の頃から、同じ聖画家の特大寺家や西園寺家、上位の御節家である高塚酒などから養子を迎え、存続し続けてきた。そのため、価格は藤原一族でありながら、DNA 上は、男系天皇の血を引いた時代が、近代まで長く続いた。実践は実死、実施。 点線は、用紙、点線は婚姻関係。家に伝わる文書は、京都大学、専修大学に、菊定文庫として所蔵されている。国立歴史民族博物館の、急行給料取り調べ帳データベースより算出した、幕末期の今出川家量は、以下の通り。また、同データベースでは、記載から漏れているが、 このほか国立国会図書館デジタルコレクションの大阪府前シリングに河内国マムタ郡かど一番上村のうち300国が今出川計量と記載されている。ありがとうございます。